どうも、ピーちゃんです。この動画はノートアプリ Notion の基本的な使い方後編ということで Notion を使った具体的な活用例を紹介したいと思います。Notion をまだ使ったことがないという方はぜひ前編の動画の方から見ていただければと思います。 前編動画ではアカウントの作成方法から設定や基本的な使い方を紹介しております。概要欄にもリンクを貼っております。ノーションはとても柔軟にカスタマイズできる高原のメモアプリなんですけども、その柔軟性ゆえにですね、使い方を覚えるまでの学習コストがかかるのが利用者拡大のネックになっているんじゃないかと思います。現状、日本語にも未た応ようです。そこでこの動画では具体的にこのような 6つの活用例を紹介して、Notion 使えばこういうことができるというイメージを掴んでいただければと思います。はじめの4つはシンプルに1つのデータベースを使った活用例になりますけども、あとの2つはデータベースの中でも関数を使ったり、複数のデータベースを連携させたりと少し複雑なことをやってます。ただこれらの活用例めちゃくちゃ便利なんで、ぜひ最後まで見ていただければと思います。一応動画には目次をつけておりますので、良ければ興味のある活用例まで概要欄からジャンプしてみていただければと思います。各活用例の詳細 作成方法等はですね個別で動画にしていこうと思っていますのでリクエストや質問があればコメントいただけると嬉しいですでは早速一つ目の活用例としてサブスク管理について紹介していきます はい。これがサブスク管理のページになります。ちなみにこれは国ちゃんが実際に運用しているものではなくて、実際に使っているものを元に動画撮影に作ったサンプルになります。なので日付とか値段は適当なのでご了承ください。まずタイトルとしてサブスクリプションという名前のページになっています。そして中身はサブスクというタイトルのシンプルなデータベースのみです。 このデータベースの各業に契約しているサブスクサービスが並んでいます。上から iCloud とか MoneyForward とか Netflix といった感じです。左から2つ目、3つ目の列には月額及び年額の料金を記載しています。つまり年額払いのサブスクは単純に年額料金を12で割った金額を月額として入力しています。これは月換算、年換算でサブスクの合計額等を把握するためです。次の列には学割というタイトルでチェックボックスを並べています。これで学割で加入しているサービスの管理ができます。 なので自分が学生じゃなくなった時にもどのサービスが学割の適用から外れて値段が上がってしまうのかっていうのがすぐに分かるようになってます次の列は支払いというタイトルで月もしくは年を選択できるようにしてますこれを見ればですね月額払いもしくは年払いのサービスなのかっていうのがすぐ分かりますなのでサブスクの見直しの際にも月払いのサービスなら解約しやすいと言っていったふうにまあ管理に役立つんではないかと思います次の列はタグということで複数のラベルを置けるようにしてます ラベルはこんな感じで用意して、それぞれのサービスに当てはまるタグをつけています。次は登録日ということで、デート属性で契約した日を入力しています。残りは年払いの更新日とか、まあ、コメントといった列も用意しています。列の説明は以上ですして、最後にこのシートの最下段にですね、契約しているサブスクの個数、ここでは17個、そして月額年額の合計額が確認できるようにしてます。この計算は自動でされているので、新たなサブスクを追加したり、解約してデータベースから削除したりすれば、自動で でこの値は更新されていきます最後にデータベースのソートとフィルター機能を使ってこのシートの並べ替えや絞り込みを紹介しますこの右上の3点マークをクリックしてソートを選択すると好きな条件でこのデータシートの並べ替えができます例えば a d d a s ート t で並べ替えのルールを作成してここではルールを年額の列をアセンディング n g、まあ、順ですねを選択します それとデータベースの方が年額の金額が照準、つまり小さいものから大きいものへの順番に並べ替わっているのがわかると思います。次にフィルター機能を試してみます。同じく3点マークからフィルターを選択してアッドはフィルターで新たなフィルタールールを作成します。ここでは例えば学割のチェックボックスがチェックされているという条件を適用すると、 このように学校で加入しているサービスだけを表示させることができます。もちろんですね、これらのルールは自由に設定できるので、特定のタグでフィルターしたり、登録微順に並べ替えたりすることもできます。こんな感じで網羅的に管理することで、まあ、娯楽にお金を使いすぎてないかとか、使っていないのに解約し忘れていないかといったサブスクの徹底的な管理に使えます。 加えてですね、このサブスク管理と同様にノーションで管理するのにめちゃくちゃおすすめなのがこちらの各種保証機関というものです。これはもうその名の通り家電とかの各種保証機関を管理するデータベースになっています。こっちは先ほどのサブスク管理とは違って一見シンプルで保証の期限と 保証の開始日、購入場所という列しかないんですけども、こういう保証環境を管理するのに Notion がめちゃくちゃ便利な理由がありまして、それが Notion のデータベースの一つ一つの項目が一つのページとして機能するという点です。どういうことかと言いますと、例えばこのデータベースの一つの要素である一番上の Apple Care for iPhone 12というセルの右の方にマウスを持っていくとオープンという文字が現れるのでここをクリックするとこんな感じでこのセル名がタイトルのページが現れます。このページの中にですね各種保証内容であったり故障した時の連絡先情報等をここにメモとして置いておけるんですね。 他にも、例えばこのドラム式選択機っていうのをクリックすると、本体についてた保証書の管理場所とか、保証書自体をね、もうスキャンして PDF にしたものを、この、ここに直接貼り付けておくとか、まあ、故障した時の連絡先とかをメモしたりっていうこともできます。これやっとくと、もういろんなもののバラバラな保証期間であったり、保証内容。 で、保証書の場所も一元管理することができるんで、非常に便利です。この管理方法は、ま、例えば家族の加入している保険の管理とかにも応用できます。はい。以上が、国ちゃんのおすすめ活用例の一つ目、サブスクプラス保証期間管理でした。次は二つ目のブックマークリストです。 はい。こちらはブックマークリストということで、くにちゃんはチップスリストっていう名前で、主に iPad のお絵かけアプリの ProCreate と動画編集ソフトの Final Cut Pro、あとは YouTube の動画作成に関するチップスを、まあ、データベースとして管理しています。シートとしてはシンプルで名前とコメント、タグの列のみになってます。タグはそれぞれの項目を設定しています。このシートでは、先ほどの保証機関管理データベース同様、一つ一つの要素内に参考 URL であったり、ちょっとしたメモを記入できるようにしています。 なので、細々したチップスを分かりやすいタイトルと分かりやすいアイコンを設定しておくことで、すぐに情報へアクセスできるようにしています。このデータベースで工夫している点として、手間をかけずに新しいブックマークをどんどん追加できるように、あらかじめそれぞれのアイテムごとにテンプレートを用意しています。何かしら新しい項目を追加したいときは、このテーブル右上の new をクリックします。すると、新たな要素を追加するためのページが出てくるんですけども、 ここであらかじめ作っておいた YouTube Final Cut Pro Procreate 用のテンプレートを選択することができます。例えば YouTube について新しい項目を追加したいときはこの YouTube マークのついたテンプレートをクリックするとこのように自動で YouTube アイコンが追加されて下のメモ欄には URL とメモという見出しが自動で追加されるようにしています。さらにタグにも YouTube が自動で追加されています。あとは登録したい項目のタイトルと何かしら URL を貼り付けて まあメモしはい。これで新たな項目を簡単に追加することができました。このリストを作成する上で意識しているのが、情報へのアクセスの簡単さと、情報の追加の手間を減らすことです。シンプルなデータシートにして、アイコンと短い説明文をタイトルにすることで、一気に視認性が上がって、情報へのアクセスが容易になるようにしています。また、それぞれの項目ごとにあらかじめテンプレートを作成しておくことで、 情報の入力の手間を減らすことができるので、このデータベースの管理を続けていく上で、入力が面倒くさいというハードルを低くすることができます。はい、以上が活用例2つ目、ブックマークリストでした。次は読書管理リストを紹介します。はい、読書管理リストということで、カバー写真を図書館風にしてます。 読書管理リストもですね、データベースでの管理がとても便利だと思います。このテーブルには、本のタイトル、次に作者、そしてステータスとして、読料、未読、読書中の3つでステータス管理をしています。その次がカテゴリーです。そしてレーティングという列では、星5つで自分なりの評価を入れています。次がキンドルという列ですけども、これはキンドルで購入した本なのか、紙で購入した本なのかがわかるようにチェックボックスをつけています。 ちなみにくみちゃんは紙で購入した本もすべて電子化して電子書籍にしてます。書籍の電子データ化の方法については別動画でも紹介してますので興味のある方はチェックしてみてください。はい次が発売日、そして最後は作者 URL を入れてます。この URL から Amazon の作者の紹介ページに移れるので、新作の本とか出ていないかをすぐに確認することができます。そしてそれぞれの項目はブックマークリスト同様にページになってまして、中身はこんな形になってます。最初にブックカバーということで、本の表紙 のスクショを置いてます。これは後で紹介するデータベースのギャラリービューという機能を使うと重要さが分かりますブックマークの下にはメモまとめということでこの本を読む中でメモしたこと読み終えて自分の中で得たもの考えたことなどをまとめれるようにしておいて残せるようにしてますちなみにこのブックカバーメモまとめという見出しは事前に作成しておいた読書テンプレートから呼び,せ呼び出せるようにしてますので新しい本の追加も簡単にできますはいこれでね自分がこれまで読んだ本の一覧とそれらを読んだ時のメモや考えたことを一元管理することが できますもちろんデータベースの絞り込みや並べ替えも同様にできますので、どれだけ本が増えてもしっかり管理することができます。そして Notion のデータベースの面白い機能として、このデータテーブルのビュー、見た目をですね、変更することができます。テーブルと書かれているところをクリックするとこんな形でデータベースのビューを選択できるようになります。ア d ドはビューをクリックするといろいろ選べるんですけども、デフォルトで設定されているのは一番上のテーブルビューでして、まあ、今見えている Excel シートのような見え方になっています。今回は読書リストということなので、 ギャラリービューを選択してみます,するとこんな感じになります。これめちゃくちゃいい感じじゃないですかね。ギャラリービューは各項目内にある画像を自動的に内部コンテンツとして表示してくれるので各項目に本の表紙のスクショを入れておくとこういうギャラリービューで本の一覧が見えるようになります。このビューの見え方も色々設定できてサイズを変更したり追加で表示させる要素を自由に設定できます。試しにレーティングと作者を表示してみると全ての 項目欄にレーティングと作者名が表示されているのがわかるかと思います。はい、3つ目の活用例、読書管理リストは以上になります。次はアイコンギャラリーを紹介します。 アイコンギャラリーということでカバー写真は美術館をイメージした画像をつけてます。これはもうシンプルにフリーのアイコン置き場ですね。Notion は各ページにアイコンを設定して視覚的にわかりやすく情報管理できるので、この Notion のために集めてきたフリーのアイコン画像を Notion のデータベースで管理しています。これも元々はただのテーブルデータなんですけど、ギャラリービューで表示させてわかりやすくしてます。そして各アイコンをクリックするとページが開かれます。中にはもうアイコン画像を置いてるだけです。このギャラリーページにはですね、トグルでフリーアイ このサイトへのリンクを入れてますなのでこのアイコンギャラリーを開けばなので欲しいアイコンはだいたいこういうサイトで探して撮ってきてますこれら3つのサイトは概要欄にも入れておきますので気になった方はぜひ参考にしてみてください 今回はこの Notion アイコンというサイトだけさらっと紹介したいんですけどもその名の通り Notion のためのアイコンを無料で提供してくれているサイトですこのサイトのアイコンは全てモノトーンアイコンになっているので、まあ、全てこういうねシンプルなアイコンで揃えるのもまあ統一感が出ていいかと思いますちなみにライトモードダークモードそれぞれ用にアイコンが用意されていますんにちゃんはダークモードを使っているのでこのサイトのタブをダークモードに変更するとダークモード用のアイコンを選べるようになりますここで例えばこのジョーダンの アイコンをクリックすると、リンクがコピーされます。そして、ノーションに戻って、アイコンの、アイコンのリンクという欄に貼り付けると、このようにアイコンが表示されます。ちょっと見えにくいんで、カバー写真を変えて、はい、こんな感じです。いい感じですね。はい、4つ目の活用例、アイコンギャラリーは以上になります。次は、少し複雑になりますけども、日記ということで、毎日の行動記録をつけていく活用例を紹介します。 はい。日記ということで、毎日の行動記録をつけていくシートになります。これは少し複雑になりますが、中身はシンプルです。まず、見た目なんですけども、3つのブロックに分かれてまして、ここが今日ということで、今日のページだけが表示されたデータベースがあり、こちらの今週というブロックには、今週、つまり月曜日から日曜日までの7日間分のページが表示されたデータベースがあります。同様に、下のブロックは今月ということで、4月1日から4月30日までのページが表示されたデータベースになっています。 この3つのブロックにあるデータベースの列の項目は全て同じで、毎日記録をつけたいこと、例えば体重であったり、毎日継続してやり,たやり続けたいこと、まあ、例えば YouTube の動画を上げるとか、プログラミングの勉強をする、筋トレをする、英語学習をするといった項目をチェックボックスとして、まあ、例として置いています。ここでページの下の方に行くと、2という、日記データベースという埋め込みページがあります。これを開いてみますと、えー、こんな感じで、ここには年間を通通した、 全日付のデータベースがあります。実は先ほどの3ブロック、今日、今週、今月というブロックのデータベースは全てこのデータベースから 該当の期間だけを自動的に抜き出して表示させるようにしています。これはリンクドデータベースという既存のデータベースを呼び出して表示させる機能と、データベースのフォーミュラという、エクセルでいう関数を使って日付に基づいて自動的に表示させる項目を変更させるようにしています。これらの機能についてはまた別動画で詳細に説明したいと思います。ひとまず先ほどのページに戻ります。先ほど説明した通り、これらの3つのデータベースは全て同じデータベースを参照しているだけです。例えば 今日の項目正確には2021年4月6日の体重という欄に今日測定した体重を入力すると今週、今月それぞれのブロックの4月6日の欄に同じ数字が自動で入っているのが分かると思います。同じくチェックボックスも同様に自動でチェックされます。この日付をクリックすると 各日付ごとにページを作成できるようになってまして、事前に作成した日記テンプレートを呼び出せるようになってます。呼び出すとこんな形で自動でアイコンが設定されて、下の欄にはこのような項目が自動で表示されるようになってます。やったことの方ではデータベースでのチェック項目について、トグルリストで細かな作業チェックリストがさらに用意されてまして、例えば YouTube に関する行動をやったとして、具体的に何をやったのか、これらのやったことの欄でさらにチェックボックスを埋めていくという風にして、細かな記録を残せるようにしてます。 そして1日の最後に一番下のコメント欄に今日のまとめとか感想などを記録として残せるようにしています先ほどのテンプレートを呼び出した日付の欄にはこのように一番前にアイコンがつくようになっています今月のブロックでこのデータベースのビューをカレンダービューに変更することでカレンダーのに記録を表示させることができますこれで例えばこの筋トレにチェックがついている日は具体的に何をやったのかなどが簡単に確認できるようになっています そして、このデータベースの最下段では、データベースの統計情報を表示するようにしています。この体重の列では、平均値、つまり今週の体重の平均を表示させてます。そして、これらのチェックボックス管理の方は何、何のボックスにチェックが入っているかをで表示させてます。ですので、この、この週でこの項目がどれぐらいできているのか、ということを確認できるようにしています。これは月表示の方でも、同様に確認することができます。はい。これが、いかに簡単に日々の記録を入力できて、簡単に過去の記録を確認できるかを意識して作ます。 成した日記デーータベースとなってますいつ開いても本日のページが自動的に一番上に表示されますし今週今月も日付に連動して自動的に更新されていきますので、まあ、進捗とか履歴を追うことも簡単になってます。はい。活用例の5つ目日記データベースは以上になります。少し複雑だったかもしれませんが非常に便利です。次は最後6つ目のプロジェクト管理について紹介します。 はい。最後はプロジェクト管理シートということで紹介していきます。これは国ちゃんも実際にプライベートのタスク管理から仕事の案件管理でそれぞれ運用してるんですけど、 マジで便利です。この運用を始め出して完全にノーションにはまるようになりまして、毎日使用するようになった経緯があります。今回も動画用に例として作成したデータベースで紹介します。ここではプロジェクトを、まあ、例えば A 社、B 社、C 社といった取引先として設定してますけども、これはもう管理したいものによっていろいろ変えていきます。例えば、まあ、仕事であれば自分の担当業務ごとであったり、得意先、契約先、まあ、地域別とか国別っていうふうにプロジェクトを分類することはできると思います。見た目は先ほどの日記データベースと似ていますが、 大きな違いは、このプロジェクト管理では3つのデータベースが存在していまして、それらを関連付けさせています。そのデータベースの1つ目がこの取引先リストです。これはシンプルで、取引先ごとにプロジェクトステータスと開始日のみが表示されているだけです。そして2つ目がこの直下にあるタスク一覧です。こちらはその名の通り、上記の取引先すべてに関するタスクを1つにまとめたデータベースになっています。開いてみると、このような形でずらっとタスクの一覧が保管されています。タスクですので、完了 のチェックボッククボスがあってそ,の次に期限そして取引先の欄ですけどもここリレーションというデータベースの機能を使ってまして先ほどの取引先一覧のデータベースと紐付けてますですのでこのセルをクリックして紐付けと取引先一覧からこういう形で、まあ、プロジェクト社名を選択することができますはいそして3つ目のデータベース会議打ち合わせ一覧会議や商談などを管理しているデータベースになりますこちらは日付に加えて時間も入力してます他にもオンラインかどうか場所はどこかなど 記載できるようににしててまますすこれらの会議リスストも同様に取引先、デーータベースと紐づけてますそして先ほどのタスクリストと少し違うのが会議それぞれの一つ一つがページになってましてページ内にはその会議や打ち合わせの議事録を残せるようにしています出席者や会議の内容そして今後のアクションとして to do を入力できるようにしていますこれらの項目は事前に作成している議事録テンプレートから自動で作成されるようにしています試しに一つ追加してみますここから議事録テンプレートを選択すると 上でこういういアイコンと見出しが入力されますこれであとはタイトルとか日付や取引先などの情報を入力すれば OK です、はい、では再度プロジェクト管理画面に戻ります はい、この画面で右側には今日のタスク、今日のミーティングということでタスク一覧、会議一覧から自動的に日付が本日に設定されているものだけが表示されるようにしています。これは日付が明日4月8日になると自動的に4月8日のタスクとミーティングが表示されるようになっています。そして下の方には今週のタスク、ミーティングも表示されるようにしています。これでまあこちらを確認するだけで今週すべきタスク、今週予定されている会議っていうのをさらっと確認することができます。ここにはないんですけども同様に今 今月とというブロックもも作って表示させることもできます。次に、プロジェクトである取引先を見てみます。このデータベースの項目となっている個別の取引先はそれぞれ一つのページになっています。例えば、ここで C 社見てみますと、中にはこのようにタスクリストとミーティングリストが表示されるようになっています。この二つのリストは先ほどのタスク一覧、会議一覧から C 社に関係するものだけが自動的に表示されるように設定しています。なので、C 社にだけ関するタスクや会議を確認したい際は、このプロジェクト、この、そのプロジェクトを開けば簡単に全てか確認することができます。そして、ここに日報というページを埋め込んでまして、こちらのページにはこの C 社に関する日報として、まあ、業務履歴とか、まあ、でもいいんですけども、まあ、日々の記録を入力できるようにしています。ここで、このプラス本日の日報、 っていう部分をクリックすると、このように自動的に日付という見出しと仕切り線が現れます。ここにまあ日付を自分で打ち込んで日報的なものをどんどん足していくことができます。また別日には同様にこのプラス本日の日報ボタンをクリックすると同じテンプレートが現れるので、まあ、同じフォーマットでサクサク追加していくことができます。そしてこの日報が溜まってくると、まあ、見にくくなってくると思うんで、こんな形で一定期間溜まればトグルリストで隠してあげれば、まあ、ど,んどんどんどん量が増えたとしても管理はしやすいと思います。 次はタスクや会議の追加方法ですけども、例えば G 社に関するタスクが発生した場合、初めにお見せしたタスク一覧にタスクを追加して取引先欄を G 社とすればいいんですけども、まあ、他にもですね、この G 社のプロジェクトを開いて、このページ内に表示されるリストに追加することもできます。例えば今日が期限のタスクとして追加すると、自動的に G 社に関するタスクとして登録されます。そしてこのリストは大元のタスク一覧を呼び出しているだけですので、ここに追加したものは大元 そして期限を本日に設定したのでこちらの本日のタスクにも自動的に追加されているのが分かります。これはもちろん会議の追加も同様の手順で行います。このようにですね今日すべきことや今日予定されている会議のように今日自分がやるべきことはこちらのリストを確認すればいいですし 特定のプロジェクトに関して集中して今からタスクをこなしたいタスクをこなしたり、タスクを追加したりするときは個別のプロジェクトページに入って、そのプロジェクトに関するタスクや会議に集中することもできます。もちろん会議であれば過去の議事録を確認することも簡単にできるんで、まあ、複数、特にたくさんのプロジェクトを抱えている人には本当におすすめの活用術だと思っています。くんちゃん自身も仕事では海外のお客さんがメインでして、それらのお客さんに対するトゥードゥや会議、業務のログをこのデータ サービスを活用ししてて管理してますちなみにお客さんごとにアイコンとして国旗を設定しているので視覚的にめちゃくちゃ分かりやすく管理できています最後に新しいプロジェクトここでは取引先を追加するときの方法を紹介しますこれもむちゃくちゃ簡単にできるよう仕組みを作ってますまずこのプロジェクトリストの下のプラスニューをクリックしますすると事前に作成した取引先テンプレートがありますのでこれをクリックするとこのように事前に設定した日報タスクリストミーティングリスト のデーータベースが追加されますここでこのプロジェクトのタイトルを例えば H 社として入力するとこのタスクリストとミーティングリストは自動的に H 社という名前の属性が付与されたタスクとミーティングのみが表示されるようになります。ここで例えば H 社の新しいタスクという名前でタスクを追加して期限を本日と設定すると このように、今日のタスクにしっかりと追加されていることがわかりますし、取引先のセルにはしっかり、H 社と自動的に属性が付与されています。はい、こんな形で、どんどん新しいプロジェクトが増えても、既存のプロジェクトと全く同じ形でまとめてタスクや会議などを管理することができます。日々のマルチタスク業務管理にめちゃくちゃ使えると思います。 以上がノーションの6つ目の活用例、プロジェクト管理でした。はい。ということでノーションの具体的な活用例6つの事例を紹介させていただきました。最後の2つ、日記やプロジェクト管理はデータベースでの関数とかデータベースクローシを紐付けるリレーションという機能を使っているのでノーション触り始めの人には少し複雑だったと思います。このあたりは改めて別動画で詳しく1から作り方を説明したいと思っております。 また質問やリクエスト等ありましたらコメントいただけるとありがたいです。このチャンネルではノーションの使い方を今後も動画で紹介していきたいと思っております。この動画が参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、バイビー。